ガチョンガチョンのガチョスです。皆様ナイストゥーミートゥーということで、先日このピクミンの可愛いフィギュアを手に入れたんですけど、このフィギュアを見ていたらとある作品を作りたくなったので、今日はその作品作りを動画にしました。よかったら最後まで見ていってください。動画の配信順がどうなっているかわからないんですが、ピクミンの作品を作るのは今回が初めてなので、ちょっとねうまくできるか不安なんですけど、頑張って作っていきます。まずはこの100均の写真フレームに積粉粘土を敷き詰めていきます。ある程度の凹凸感を出しながら慣らしたら乾かします。乾いたらモデリングペーストを塗っていきます。これをつけることでより立体的な地面のボコボコ感を表現することができます。言うてこの後ほとんど隠れちゃうんですけどね。こんな感じで塗り終わったら乾くまで待ちます。乾いたら絵の具で着色をしていきます。黄色、白、黒をいい感じに混ぜてちょっと明るめの土を表現していきます。お恥ずかしながら実はまだピクミンシリーズ自分ではプレイしたことがなくて、ゲーム実況者さんのプレイを見ているくらいだったんですけど、この間ピクミン4の体験版をダウンロードして遊んでみたらめちゃめちゃ面白かったので、ちょっとピクミン4からデビューしてみようかなと思いました。ただね、ゼルダだったりロックマンだったり遊びきれてないゲームがたくさんあるので、ちょっとねその辺をしっかりと終わらせてから手に入れようかなと思います。そんな僕が今回作っているのはピクミン4から新しく登場した氷ピクミンが主役のジオラマなんですけれども、氷ピクミンは敵を凍らせたり水の中に放り込むと水を凍らせてその上を他のピクミンたちが歩けるようにしてくれるらしいですね。ということで今回はそんな氷ピクミンが凍らせてしまった任天堂スイッチの液晶の上を歩く他のピクミンたちというテーマでジオラマを作っていきます。白と青の粘土を混ぜて氷ピクミンの色味を作ったら、初めて粘土でピクミンを作っていきます。本当に粘土を使った造形が苦手なので、こういう簡単な形のものから練習して将来的には粘土でちゃんとしたフィギュアを作ったりとか、なんかそうしていかないと今後の僕の活動の幅が広がらなそうだなと思ったので、マジで頑張ります。まあ伸びしろしかないと思っていただいて、今後の僕の成長を楽しみにしていただける方はぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。もっともっと頑張って、本当に最終的にえすっげえこれ本当に自分で作ったのって思っていただけるようなものを作れるように、どん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 レベルアップしていきます。頑張ります。今は氷ピクミンの頭につける葉っぱを作っているんですけど、この葉っぱの模様をねカッターでつけるのすっごい楽しかった。ここが一番うまくいった。そんなこんなでやっと1体完成しました。これを6体作ります。ごめんなさい、1匹黒い絵の具がピョンってついて口みたいになっちゃった。そしたらこの地面にレジンを流し込んで、まずは水を作ります。水が張れたらここに氷ピクミンを投下。氷ピクミンを6匹入れたら、みんなの力で凍らせるではなく UV ライトを使って硬化させます。1層目の硬化が完了したら2層目のレジンを入れて再度硬化していきます。一番上の層は氷っぽくしたいので、レジンに青と白の着色料を入れて混ぜて氷の色味を作ります。
結構しっかりめに混ぜたので気泡がすごい入っちゃってます。その気泡をエンボスヒーターを使ってプチプチプチと潰していきます。これね、今更後悔なんですけど、1層目からちゃんとこの処理すればよかった。まあ水中のコポコポしてる感じっていう体でこの気泡は許そうかな。はい、硬化完了しました。表面が凍ったので、この上に他のピクミンたちを乗せて、これで青ピクミン以外も溺れずにしっかりと水の上を渡ることができます。はい、ということで氷ピクミンが凍らせた任天堂スイッチの上を歩くピクミンたち完成しました。かわいいな。実際に手に持つとこんな感じですね。ピクミンがスイッチから飛び出してきたらこんな感じになるのかなっていう勝手な妄想をしながら今回のこの作品を作ってみました。フィギュアたちは接着せずに乗せているので、こんな感じでいろいろ倒れちゃう時があるんですよね。今回のジオラマがいいなと思ってくださった方、伸びしろしかないと思ってくださった方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。